足元が見えるんだけど、何何何何何してんの。寝てるんだ。寝てるわこの人。投資しない大丈夫かい。ちょっとごめん、足元から失礼します。いや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 、戻れ。カメラあんのかいそこに。カメラあんのかい。なんだよそれ。あ、これだね。失礼します。これだ、開けてくれ頼む。おっしょしょ、これだ。来た。で、閉まってくんないんだけど。あ、これか。何回行けばいい。ちょっと待って、押して。やべえ、敵来るよ。来る、バレる。あぶね、あぶね。B さん、なんだここ。はい、レーダーを見て、ダーパ局長を捕らえたわ。緑の光点で映ってるのがそうよ。早く助けてあげて。局長ね、かしこまりました。局長を助けるんだね。オッケー。緑のいつだよね。ここは入れない。なるほど。おいおい、警備がザルだな。どうした、いないぞ。はい、そこを登るにはアクションボタンを押せ。アクションボタン。はい、アクションボタン。なるほど、丸ね。 A だ。またダクトだよ。オッケー。どこかな。ちょっと行ってみるか。あ、何あれ、絶対強いやつだこれ。ソーコムバレット、あ、弾ね。なるほど、マックス25発までしか持てないんだ。なるほど。いやー、ちょっと暴れたくなってきたな。ちょっともうなんか衝動が抑えきれなさそうなんだけど、もう銃持っちゃったからね、暴れたいな。一応これ隠れて進むゲームだからな。これは下見れんな。どうやって見れん、見れんか。状況が気になるんだが。はい。スネーク、ダーパ局長のレーダー反応はその辺りにある。どこか降りられるところはないか。主観でよく探してみろ。主観？俺の主観で？俺の主観で探せばいいんだな。でも俺の主観ってどうするんだ。え？双眼鏡で調べたこと？ああ、なるほど、こういう感じね。え、なんかやってるよ。筋トレしてる人がいるんだけど、筋トレ。待って、状況がわかんないんだけど、なんでこんなところで筋トレしてんの？じゃあどうだ。ここは、あ、いるわ、住んでるわ人。家賃いくらぐらいだろうここ。待って、出られる場所なくない。あ、これでいける。スネークです。助けに来た。ダーパの局長、ドナルド・アンダーソンだな。助けに来た。どこの種族だ。俺はあんたらのようなろくでなしを助けるために雇われた哀れな捨て駒だ。本当か。確かにテロリストの一味ではないよ。ドナルド・アンダーソン。ならばここから早く出してくれ。大丈夫だ、心配するな。先に情報を知りたい。テロリストのことだ。テロリスト？奴らは本当に核を撃てるのか。どういうことだ。テロリストはホワイトハウスを脅迫している。要求を飲まなければ核攻撃を仕掛けると言ってな。なんということだ。どうなんだ。くそ、可能だ。奴らは核を撃
出る。いや腹筋してんのよこの人、筋トレしてんのよ。どうやって撃つつもりだ。ここは解体した核弾頭を保存しておくための施設だろう。核ミサイルなんてないはずだ。それは表向きの話だ。いいか、ここである新型兵器の演習が行われていたのだ。兵器市場に残るな。何？地球上のあらゆる地点からの核攻撃を実現する核搭載歩行戦車。メタルギア、まさか知っているのか。メタルギアは極めて機密性の高いブラックプロジェクトの一つ。どこでその名を知った？昔から多少縁があってな。あんたがこの廃棄所にいたのはそれが理由か？そうでなければ私がわざわざこんな偏僻なところまで来たりはせん。メタルギア計画は全て破棄されたと聞いているが。いや、アームズテック社と我々の手で大きなプロジェクトに育て上げた。今回の演習を材料にして量産に移行する計画だった。危ないよそんなの。奴らの決起さえなければな。決起？レックスはテロリストの手に渡ってしまった。レックス？メタルギアレックス、新型メタルギアのコードネームだ。もう奴らはレックスへの核弾バレるバレるバレる利用しているはずだ。奴らはその道のプロだ。兵器の整備、取り扱いにも慣れている。おい、うるさいぞ。すいません、ごめんなさい。静かにしてろ。はい、すいません。しかし、核弾頭には安全装置が組み込まれているはずだ。起爆コード入力式の。ああ、パルのことか。確かにパルはある。2つのパスワードを入力しなければ発射できない仕組みだ。パスワードが2つ？そうだ。私とベイカーが1つずつ知っていた。ベイカー？誰だ？ケネス・ベイカー、アームズテック社の社長だ。我々2人の起爆コードを両方とも入力しなければ発射はできないのだが、私のパスワードは知られてしまった。何してんだよ。喋ったのか？サイコマンティスは人の心を読む。抵抗はできん。サイコマンティス、オックサンドの一員だ。レイディング能力を持っている。厄介だな。おそらくマンティスはベイカーのパスワード。いやいや、聞かれてるよ。こいつがサイコマンティスじゃねえの？もし奴らがベイカーの起爆コードを手にしていたら。そうだ、いつでも核を撃てる。だが核発射を止める方法はある。何？鍵だ。鍵？システムの開発元であるアームズテック社が緊急時のために用意しているものだ。暗号を使わずにセーフティーを入力解除できる。それを使えば。ああ、核発射を食い止めることができる。あの鍵が。その鍵はどこに？ベイカーが持っていたはずだ。いいか、鍵は3つ必要だ。ロックは3箇所ある。それを解除すればいい。鍵は3つあるんだな。それでそのベイカーの居所についてあんた何か知っているか？地下2階のどこか。地下2階？妨害電波が出ている地域に移されたらしい。見張りがそんなことを言っていた。手がかりは？奴ら入り口を塗り固めたらしい。だが十分な時間はなかったはずだ。壁の色が違うところを探してみてはどうだ。これを渡しておこう。私の ID カードだ。セキュリティレベルが1の扉なら開く。このカードはパンという人体通電技術を使っている。パーソナルエリアネットワークか。人体の持つ塩分を伝導体としてデータ伝送を行うものだ。扉のセキュリティ装置に近づくだけでカード内のデータを確認する。近づくだけで扉を開けられるということだな。わかった、
脱出するぞ。ちょっと待ってくれ。なんだ。他にパルを解除する方法を聞いているんじゃないのか。お前の雇い主から。いや、本当に何も聞いていないんだな。くどいな。ではホワイトハウスは要求を飲む気があるのか。それは奴らの問題だ。俺の任務とは関係ない。しかしペンタゴンは。ペンタゴン、どうしたどうしたどうした、どうした、お腹痛い。なぜ、どうしたの。いや俺が来てるわ。何かあったのねえ。ちょっと便器あるって近くに。死んだ。おいおいおい、大丈夫かよこれ。ナオミ、局長が。何があった。わからないわ。心臓発作のようだけど。心臓発作、もしや大佐、俺に何か隠しているのか。ない、分かってくれ。今回のテロはコードレッドのセキュリティレベルが敷かれている。真相を知るには最高度のセキュリティクリアランスが必要だ。作戦を任されている大佐が最高機密のアクセス権限を持っていないというのか。本作戦の司令官は国防省長官だ。私は君のサポート役に過ぎない。スネーク、議論をしてる時間はない。そっから脱出しろ。ベイカー社長を探すんだ。おいおいおい、目の前に死体があるよ。もう普通だと思った最初。何何何何何何が起こってる。誰かボコしてない。ああ、これは何、レーションか。いやこんな、やだねこれ。あ、いた、あいた、あいた。おい、開けてくれ。ああ、開いて、開いてんのかよ。なんだ。動かないで。ごめんなさい。局長殺したわね。違う、無実だって。リキッド。いや違う。動かないで。人に銃を向けるのは初めてか。手が震えてるぞ。出るか、新米。バカにしないで、新米じゃない。嘘をつけ。視線が定まらず自信が感じられない、その目つき、新兵特有の目だ。生身の人間を撃ったことないだろ。無駄口の多い男ね。安全装置が外れてないぞ。言ったでしょ、新米扱いしないで。奴らの仲間じゃないな。いるいるいる、後ろにいるって。そこの扉を開けなさい。カードを持ってるでしょ。どうして。ここからおさらばするためよ。その必要はなくなったようだな。何をしてる。撃て、拾うな。おっと、銃撃戦だ。銃の撃ち方わかんねえ。銃の撃ち方がわかんねえ。待って待って、 Y ボタンを押すとロックオン。 Y ね、はい、 OK、 わかった、あった。銃撃戦が始まる前に俺五輪銃ですね。はい、ダメでした。唐突すぎるんだよ。で、やればできんじゃん。やべ、おかわり来た。だとおかわり来てるんで、A ボタン使ってオッケーオッケーオッケー、これだよこれだよ。来んなよ、何に来んだよ。パーティーか、ここは。ちょっと入れない、俺の家入れない。家入れんの。まだ来る。何、なんか投げてきたよ。何それ。すいません。分かった、角待ちだ、角待ちだな。角待ちすればいいんだよ。本格的な銃撃戦だな今。
もうあんたには用なしね。なんてこと言うんだ。待て、なんでケツ2アップする、なんでケツアップした今。バカな、殺してしまうとは。すいません、つい。こいつの精神防壁は強力だ。ダイブできなかった。まずいな、このままでは起爆行動は。ボス、俺にいい考えがある。何、聞かせてよその考え。めっちゃ撃つじゃんこの女。いや、ガッツじゃねえよ、ガッツじゃねえよガッツじゃねえって。そこはなんだ、次新手が来たぞ。新手誰この人。いい子だ。いや俺悪い子がいい。調子だ。何あのお化けみたいなやつ。いい子だって言われたぞ。ナオミ、今おかしな幻覚が見えた。ナノマシンの故障じゃないのか。いいえスネーク、ナノマシンは正常に作動しているわ。じゃあなんだって言うんだ。それはきっとフォックスハウンドのサイキック、サイコマンティスの精神干渉ノイズよ。あいつはサイコマンティスか。彼の記憶の一部が逆流してきたんだわ。あれがマンティス。俺のこといい子だって、うん、いい子だって言ってくれたんだよな。褒めてくれたよあの人なんだこの落とし穴、なんだこれ。一発アウトだろこれ。これも入れない。あとなんか色の違う壁を探せって言ったよね、特徴が。あ、ここ入れんだ。 OKOK、 バレット、いいねいいね。できればリロードをしたいんですけど。あ、リロードなった。あ、なるほど、切り替えればリロードされるのかな。分かったよ。地下行くんじゃねえのこれで。さらにさらに地下行くんじゃないの。行ってみるか、行ってみよう行ってみよう行ってみよう。あ、死ぬんか。あ、死ぬんだ。あ、地下あると思ったんだけど死ぬんかよ。地下行けると思ったわこれで。違うのね、なるほど。あと大佐に話聞こう。大佐に、大佐の話聞こう。聞かせて。壁が塗り固められたということは壁の色に若干違いがあるはずだ。主観でじっくり見てみろ。壁の模様が違うところを探すんだ。壁の、壁を叩いてみたら音も違うんじゃないですか。なるほど、なるほど。壁の破壊には何か爆薬が必要だ。心音爆弾か何かがあるだろう。そこは武器庫じゃないのか、よく探してみろ。あ、C4 爆弾の。オッケーオッケー、わかりました。あれ、ここおかしいな。聞いて聞いて聞いて、リスンリスンリスン、今聞いてるね、聞いてね、リスンリスンリスン。この音じゃん。いくよ。なんかおかしいな。これだこれだ。で、あとは C4 爆弾が必要なんだよ。爆弾とやらを探そう。あ、いた。きたー。はい、もうこれクリアですね。はい、クリアです、クリア。ペペペじゃないよ。 OK、 C4 じゃあ使うか。これか。プラスチック爆弾、 Y ボタンで設置、 A ボタンで、爆破、Y で、はい、はい。1個で足りるかな、1個で足りるかな。さあ皆様、今年も2024年よろしくお願いします。 OK 入ったぞ、進んだ。来た、スタングレネード、チャフグレー。え、開いたよ、大佐開いたよ。壁が塗り固められたということは壁の色、あ、ここじゃないの、また別の場所ってことか。
オッケー、分かった。あ、これじゃない、これじゃない、これっぽい、これっぽい。聞いてね、全然違うから音。リスン、リスン、リスン。そう、この音、この音じゃん。いくよ、違うから全然違うでしょ。設置して、はい、皆様よろしくお願いします。ほら、あっぶねえな、あっぶねえ、やらしいとこになんか落としてる話。なんだここ、トラップルームじゃん。他にもあんのかな、待って。ほら出てこいよ。聞こえる？この音、この鼓動聞こえる？これですよ。設置して、設置しちゃっていいよ。そう、そういいよ。来たよ、クリアだよこれ。